ラジオネームトゥーパンプさんから早速、はい、ハニョンあーちゃん、ハニョンのんちゃん、おはからおはから、あ、やっぱ準備してましたね、よかった、さすがましたよ、まあ、ガチャッと音がしてたからさ、もういねんじゃねえかな、いるよいるよ、のんちゃん今日もよろしくお願いします。ゆたかさん、おはようございます。昭和の日で、さらにナポリタンの日なので、昭和のナポリタンの思い出の話です、はい、半世紀前、私が小さなお友達だった当時の伊勢崎市では、スパゲッティを提供していた食堂はありませんでした。ベイシアの前身である伊勢屋の2階に、大食堂、大食堂が開店して、私は初めて食堂でスパゲッティなるものを食べました。パスタどころかナポリタンなんて呼び方はなく、ただスパゲッティと呼ばれていました。まだミートソースもなく、今でいうナポリタンのみでしたが、ケチャップ味の焼きうどんみたいなものでした。茹で置きで太くてふにゃふにゃの麺、輪切りにされた周りが赤いウインナーと玉ねぎとピーマンが少々、大量のマーガリンとケチャップで味付けされ、粉チーズの缶が一緒に出てきました。まだタバスコはなかったみたいですよ。アルデンテのおしゃれなパスタを普通に食べている今の人たちが食べたら、逆に新鮮なのではないかなと思います。女子高生が制服のスカートの下にブルマを履いていた頃のお話です。デパップさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これ懐かしいと思ってる方いらっしゃるんじゃないですか。まあね、そんなさってさ、ハイカラな食い物なかったでしょ昔は。俺がだって子供の頃だってそんなパスタなんて呼んでるの最近じゃねえのっていう気はするけどね。俺だからあれだよ、そのどんぐらいかな、まあ、20年ぐらい前だけど、はい、フィットチーネ知らなかったもんね。あ、フィットチーネ、その頃出てきたし。まあ確かに、 あと何ですよ、ね、割とさ、イタリアンとか行くとさ、エリンギとか最近使うじゃん。まあ最近使う、結構前から、うん、エリンギってなんだよって思ってたもんね当時。だからそんな食材を使う、そんなキノコ知らねえよみたいなさ。キノコの歌で学んだみたいな感じ。だからそのなんていうの、イタリアンで知ったっていうかさ、エリンギの何それみたいな、エリンギだけってなんだよみたいなさ、椎茸とかしか知らねえよみたいなさだからね、割とこう最近じゃない、ここ20年ぐらいでさ、おしゃれになったよな世の中って。だから確かに。でもね、エイトママちゃんは、うん、逆にナポリタンではなく、うん、ナポリうどんを作ってみましたと。パスタ麺に代わってうどんを入れただけなんですけど、うん、うどんが好きな私のお気に入りのメニューになりましたと、うんうんうん、エイトママちゃんは平成生まれなのかな、じゃないね、高いよね。だけどこう逆にトゥーパップさんが今話していた、うん、ね、逆にうどんにしてアレンジしてみたら、うん、逆にこれがだってアレンジだと思ってるんですよね。エイトママちゃんにしてみたらね、うんうん、これがだから面白いですよね。世代間のギャップですよね。昭和と平成でね、本当はこういう感じのパスタだったんですよ、うん、うどんっぽいようなね。まあね、そんなにうまい麺も入ってこないだろうからさ、で今の麺はうまいよね、そう考えると、ね、今はだって乾麺にしますか生麺にしますかって聞かれますから。本当だよ、何そのおしゃれなやつっていうか生麺なんて食ったことないけどねっていう時あったよ本当に。なんだよそれっていうさ、生麺ダメなんですよね。いるよね。わかるわかる。うどんみたいな、ね、はい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 、嫌いな人いるよね。だから生麺のパスタがいいんだから、その味がいいんだけど、すいませんこれ乾麺にできますかって言うと、よくいるんですよ、全然大丈夫ですよって言ってくれるんで、ありがとうございます。うちの店 の方針分かってないお前みたいな客が来るんですよってうち生麺で提供してんのにお前乾麺じゃ他の店行けよ、でも大丈夫ですよっていうのがこのカッコで含まれてるからなるほど、お姉さんそんな気持ちだったのね。そうそうそう、そんなことないですよ、このひねくれ豊かさんが。謝ってちゃんとごめんなさいこれ私が悪い。さあ、というわけでまた8時台にお会いしましょう。